こんにちは、千原です。マリオメーカー2やっていきたいと思います。高評価チャレンジ、人気ランキングとても難しい第4位だったかな ?4 位のコースです。クリア率が約 1.6% くらいだったので、6回以内にクリアしたらぜひ高評価残していってください。行きましょう。ほい。はい。いやー早くもやられた。やべえ。調整入れすぎた。畜生、畜生、畜生。集中。集中1本。オッケー。一級入魂。一個、一級入魂でいきます。一級入魂。オッケー、入魂。おっしゃい。二回かな。はい。ポンポンポン。オッケー、捕まります。ハイスピン、これ。ポンポン。これ乗ってジャンプして。うわー、危ねえ。うわー、危ねえ、危ねえ、危ねえよ。耐えて耐えて耐えて、オッケーオッケー。しっかり見て、オッケー、中身右に出して。うわー。届けー、届かねえ、畜生。おー。え、踏んで、パタパタ踏んで、かき棒か。やばいな、今んとこむずいな。今んとこで何回も死にそうな気がするな。ここやばい。絶対、絶対ここむずい。絶対ここむずい。ラッキーラッキーラッキーいけた。中身右か？オッケー。よし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 。ポンポン。いいやったーゴールサンキュー。高評価チャレンジ成功。ありがとうございます。今日調子よかった。イエイ！続きますはこちら、コメント欄にあったトロールコース、コメント欄にあった ID です。僕もトロールコースを作りました。千早の騙しめっちゃ面白いです。ぜひやってみてください。だって。ありがとう。なるほど。これね、騙しコースはね、騙されないように攻略するのが面白いと思ってるんで、最初から作戦を練ってやっていきたいんですが、なるほど。最初これ多分左行く。あ、でも一方通行あんな。まあ、じゃあ最後の出方だけ見ようか。これ、ドア入ってゴールって感じなのかな。なんかちくわめっちゃあるね。まるでスピランカのような。いやーこれ何回騙されずに行けるかな。でも多少積んで、ある程度いろんなとこ探索しなきゃいけなくて死ぬってことあると思うけど。はい。あ。あ、アマデがめちゃめちゃ早かったね。ここでしゃがんで待ってりゃいいんだな。で、ボム兵が道を開いてくれるよって。ここでしょ。あ、これ急がないとダメなやつじゃない？危ねえ。セフセフ。うえぇダメ、迷っちゃダメなんだって。トロールコースは迷っちゃダメなんだよ。行けるときに行く。いやでもこれしょうがないね。あれ無理だな。もう上か下かはもう二択のようなもんだからな。でもこれ、パウ使ったところでじゃない？これ。ね。あ、なるほど、待ってりゃいいのか。なるほど。いや、攻略したかったな、今のとこ。下のギミックに目が行ってなかったわ、残念だな。こう行って、ここで待ってれば、オッケー。これできるようになるってことだね。オッケーオッケーオッケー。わかんねえな。左、オッケー。多分叩いちゃいけないやつだと思うけど、一応叩いてたら、オンアイ振ってくんのか。なるほど。急がなきゃいけないんだ。5。わかんねえ。あ、違う、一方通行で待つんかな。あれ？ここで待つんかな？違うかな？あ、キノコ来たけどなんか違うっぽくね。いや、でもまあ、行ってみる。ここは突っ込みます。一応中身確認する。あ、いや、入れない。これじゃなかった。上だ。これ考えずに行った方がいいんだな。うえぇ！これキノコ取った方がいいのかな？取った方がいいのかな？あ、取ると積む？いや、大丈夫。落ち着いて。一回食らえばいいだけ。ばー、食らえなかった。ここで食らえねえか？無理か？無理か？これでもなんかいけそうじゃね？無理かな？なんか、いけそうな気配あるんだよな、これ。ほらほらほら、オッケー。中間は取って多分大丈夫だと思うんだよね。叩いて被って、じゃんけんポンして、入っちゃって、多分これ入るのが正解でしょう。うわ、そい！隠しあるか？あ。どこに隠しがあったんだかわかんなかったな。一番右はセーフか？これ。あ、そっか、初手キノコ取っちゃえば楽なんだ。これ多分、ガリガリの真ん中にあるっしょ。で、二回食らいます。落ち火になっていく。うえ！オッケー。右か左かの問題。これはしょうがない。これは運ゲー。二回食らうのめんどくさいから、こうでいいよな。で、
こうでもいいんだ。オッケー。で、左叩きまして、行きまして、ウェーイ、無理やり入らされた。多分違う、行くの。右上だったと思う。どういうことだ？理解できない。理解できない。うーわ、わかんねえ、これ。なんか撃ってきたね。え？何これ。え？なんかいっぱい降ってくんな、上から。これあれか？キノコ取らないと死ねねえよってことを言いたいのか。どういうことこれ。右側？なるほど。右側叩けばワンチャンスなんだ。これダメだよね。なんもできないよね、これね。死ぬしかないんだ。あれ？こういうことかな？デカ状態で行って、ここ行かなきゃいけないんじゃない？これ矢印絶対違う。こっちこっちこっち。絶対こっち。違った。やめて！お願いだから。くっそ。綺麗に攻撃もらうようになってる、ここ。どっち行けばいいんだろう、これ。こっちだな、多分。ここだな。行け。行けなかった。そうか。踏んじゃいけねえのか。よく隠れてたな、音符。綺麗に隠れてましたね。ミスった。あぶね。すげえな。綺麗に音符隠れるんだな、あれ。で、こっちにいるんだよな。あー、ここ入っちゃダメじゃん。死ぬ用意してくれてんのはありがてえけど。こうなって、こう。なって、こう。オッケー。で、これ大丈夫なのか？うわぁ、なんかいた！すげえ！そういう仕組みなんだ。すげえ、これ。こうでいいんだな。おぉ、いけた。すげえな。トロールコースってすげえな。思ってないとこでやられるからな。あ、やばい。なんかやばそうな気がする、これ。なんかあったぞ。いや、入ってみたい気持ちはめちゃめちゃあるけど、多分違うんだろうな。本当だったら右行かなきゃいけなかったんじゃないか、これ。うおおおお、危ねえ、危ねえ。なんか右行けちゃうから行ってみっか。いや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 、死なねえんかい。こっち行ってみたいんだよな。どうだろう。外れー。騙しコース作るやつって基本天才だよな。すごいよね。完全にさ、心理を読み切ってるじゃん。その上でやりに来るからさ。マジですげえと思うわ。ちょっと訂正するわ。クオリティの高い騙しコースを作れるやつが天才なんだな。これどこにいればいい？ワンチャン、一回戻るっていう選択肢がある。いやー、今までのことから考えると、なんかガリガリあるな、あそこ。多分土管じゃねえんだろうな。多分土管じゃねえ。うえぇ！土管でよかったんだ。ツタで耐えるのかな？ここで耐えてみる。正解なのかな？どうだったんだろう。うわぁ！行ってよかったんだ。これどっちだろう。いや、でもキノコ持ってないから下じゃねえな。土管だな。お、耐えれた。こうだ。うえぇ、これ落ちるんだ。知らなかった。ここ乗ってこう。やった、いけた。やっといけた。すげえ時間かかった、ここに。あ、中間ある。戻ります。これ、急げばいけるんかな？うわ、死ぬようになってる。今のどうなんだろう？突っ込んでいいんだよな。てか、突っ込むしかねえのか。よし、行くぞ、突っ込むぞ。おっ！突っ込み、行け！迷うな。うじゃー！うわ、ファイヤーだった。中間取ったんでセーフ。でもこの後どうすんだろう？どうすんだろうね、これね。あれ？あー、なるほど。でも先進めなくなっちゃったね。あれ？どうすん？右向きには来れないはずなんで、ここはアンチだよな。ある？キノコないね。あれ？これどうやっていくんだろう？あー、そうか、わかったぞ。キノコとかじゃないんだ。これはおそらく突っ込んどいて、ここだな。どうでしょう？正解。けどこれ行くのむずくね？あ、音符あるな。でも死ぬな。あー、音符大丈夫だったわ。どっちかなー。矢印が外れの場合も、当たりの場合もあるかな。これは、同じ考え方でいく。これは踏めるぞ。うわ、なんかいた！そっか。待って、これ出てきちゃったらもういけんくね？どうすればいい？下っていう説もあるからな。で、出てきます。で、踏みます。からの、出てこないね、大丈夫だね。よいしょ！飛び越えは可能。うわ、これ、絶対入っちゃいけないやつだろ。でもな、行った先も行った先。いや、待って、上になんか、パウとかがあって、行けるパターンあるじゃん。オッケー！で、土管。戻ってきちゃったよ。
やり直し？あ、マジか。ここでやり直すきつくね。だって、さっきのところで、せっかく中間があったのに。これ取っちゃいけないやつだな。あらん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 。でも先進めねえわ。こっち行ってみようか。この下。入れましたね。普通に行けたわ。ダメだ、これ当たる。ドア入るしかないね。落ちびで来ないといけなかったかな。なるほど。うわぁ、中間取らされんのめんどくせぇなぁ。落ちびで来ましたよ。しゃがみますよ。あぁ、どこ入っちゃった。これ入らされたな。うわぁ、やり直しか。よしよしよし、抜けれた。こっち合ってんのかな。これ、また同じやつだ。来る。あ、でも多分次、こっちに来るんじゃないかなと思ったら違った。いや、違ったわー。今度は右の音符にパウが来るんじゃないかなって真ん中入ったけど、そうじゃなかったわ。ここだ。ここで待ってなきゃいけねえんだ。オッケー。あ、危ねえ。これいいのか？進めてんのか？うわー、ゴールのとこまで来たけどな。これなんか違いそうだな、この感じ。別の形でゴールできそうだね。別の土管だったりすんのかもしれない。あ、なるほど。え、これかわせばワンチャンゴールか？え、どうだろう？え、それゴールできる？トロール素人すぎてさ。これゴールできるのかどうかがわかんないんだけど。どうなん？え、なんかあるね。あ、帰れないよってことか。かわせるかな？まずかわさなきゃダメなんだろうね。オッケー、これかわせますよ。これでも何回も出てくるよね。ちょっと待ってね。あ、出てくるの一回だけなんだ。一旦ここで待機するわ。え、これ無理じゃない？これいける？ゴール。こんなもん。お、いけたわ。いや、今の普通に行ってよかったんだな、これ多分。で、バネはこのマグマの、じゃなくて毒沼の下にあるから、再利用できなかったと。いやー、大変だったー。18分で。いや、もうこれだけで動画になるじゃん。世界初クリアいただきました。ありがとうございます。いやー、いいねー。これ、あれだな、俺のリアクションがもっとでかければさ、作ってる人にも騙しがいがあるよな。これから、トロールコースでちょこちょこやって、自分のリアクション芸をちょっと強めていきたいね。高めていきたい。俺、冷静に分析しちゃうからな、死ぬたんびに。あ、ここはこうか、みたいになっちゃうタイプだから、瞬間的に反応できるようになろう。頑張ろう。